では質問に入ります。12月1日より全国的に BS 110°CS において 4K8K 放送が始まりました。東京オリンピックでの各種競技の放映に向けた夢のある事業であるとともに、日本の高い技術力も再認識させられます。金沢ケーブルにおいても新聞や宣伝等を通して盛んに 4K8K 放送のアピールと加入促進を行っているのを目にします。残念ながら中野とケーブルにおいては、全国的にスタートした12月1日には 4K8K 放送が始まっていないというのが現状です。そこで一つ目の質問としてお伺いします。中野とケーブルにおける 4K8K 放送の対応状況というのはどうなっているのでしょうか。また町民に負担が増えるのかどうかも含めてお聞きいたします。水本町長。児玉議員の中野とケーブルにおいての 4K8K 放送についてのご質問にお答えをいたします。12月1日から全国的に 4K 衛星放送が開始をされ、また NHK では合わせて 8K 衛星放送が開始をされており、新聞やテレビで宣伝が出されております。この 4K8K 衛星放送とはBS チャンネルのみになりますが、現行の 2K ハイビジョン放送の4倍または16倍の高画質で臨場感のある映像が楽しめる放送であります。中野と町ケーブルテレビでは12月からの視聴に対応はしておりませんが、1月から視聴ができるように現在申請をしております。中野と町ケーブルテレビは金沢ケーブルテレビから番組の供給を受けており、当初は NHK と民放4社の 4K 放送が視聴できるようになります。番組供給元の金沢ケーブルテレビが 8K 衛星放送を送信をしておりませんので、8K 衛星放送につきましては当面は視聴はできません。なお、各ご家庭においてケーブルテレビで 4K 衛星放送を視聴するためには、 4K 対応のテレビの購入と 4K 対応のケーブルテレビ専用チューナーであるセットトップボックスという BS 放送を視聴するための機械の購入またはレンタルが必要になります。またケーブルテレビで BS 放送が見られるミニプラン以上のご加入も必要になりますが、 4K 放送対応後も各プランの月間の利用料に変更はございません。今後東京オリンピックに向けて 4K 番組が増えてくることが予想されますので、町といたしましてもこの機会を捉え、ケーブルテレビを PR し、加入プランのアップや加入率の向上を図りたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いをいたします。議長。児玉議員。今おっしゃられたように、私の調べたところによりますと、河北市以北では当庁以外にケーブルの 4K 放送が始まる予定は今現在のところないとのことですので、町としても大きな決断であるとは思います。ですが1月からスタートするのであれば、12月1日から全国的にスタートした時期に合わせてスタートすることも可能だったと思うのです。私が11月19日に確認した時点では、春以降まで放送を開始する予定はない
とのことでしたが、急に決まったことなのでしょうか。そして本日付のホームページによりますと、ケーブルテレビでの放送が載っておりました。なぜ本日まで、載せることができなかったのでしょうか。再質問としてお聞きします。なぜ12月から放送できなかったのでしょうか。その旨の周知が今日まで遅れたのはなぜなのでしょうか。答弁をお願いいたします。山本情報推進課長。小玉議員の再質問にお答えいたします。ケーブルテレビで 4K 衛星放送を行うには、 4K 衛星放送の普及に向けてこの技術を管理運営している一般財団法人新キャス協議会に負担金を納入する必要がありますが、この費用を含め 4K 衛星放送導入にかかる経費の積算が明確でなく、費用の概算が算出できない状況でありました。11月に入りまして、日本ケーブルテレビ連盟から事業者負担金の概算計算表を入手できましたので、経費を試算したところ、初年度参加負担金と年度会費等で28万円程度、2年度以降は参加負担金がなくなりますので、7万円程度の年度会費が必要と試算ができました。ハード機器的な整備につきましては、金沢ケーブルテレビの通信機器を共用し、賃貸借を受けておりますので、新たな整備は必要ないということで、この段階でこの程度の経費ならば、今年度中になるべく早く対応し、町民サービスを行おうという方針に決定した経緯でございます。その時点で申請をしまして、最速で1月から視聴ができるように手続きをしております。参考に石川県内の対応状況を申し上げますと、津幡町から南の民間の経営で放送サービスを行っている加賀方面の市町では12月1日からの視聴が可能になっておりますが、先ほど議員おっしゃいましたように、加護市から北の各市町で運営をしている能登方面のケーブルテレビでは、経費面の検討をしている市町が多く、12月から対応している市町はありません。ホームページにつきましても、議会において説明をした時点で、日に公表しようという方針で、公表をさせていただきました。またホームページ、広報中野とケーブルテレビ等で PR をしていきますので、ご理解をお願いいたします。答弁は以上です。議長。小玉議員。はい。平成18年に16億円近くもの事業費を投じて始めたケーブルテレビ事業です。平成30年度も1億2000万円以上の予算が組まれております。今後はしっかりと情報開示並びに周知徹底を行っていってほしいものです。そこで再々質問としてお聞きします。中野と全世帯に占めるケーブルテレビの加入件数の割合はどのくらいでしょうか。今後どのようにして加入件数の増加に努めていかれますか。例えば興味のある番組作りなど、具体的にお答えください。またこのようにケーブルテレビでは、ポイントを使ってチューナーなどの支払いへのポイントが使用できるシステムというのがありますが、中野とケーブルでもこのケーブルポイントの、導入は今現在されているのでしょうか。お伺いします。山本情報推進課長。
小玉議員の再々質問にお答えいたします。まず中野とケーブルテレビの加入率でございますけれども、直近の11月末現在の加入率は 46.82% であります。加入率の算出件数で言いますと、光ケーブルの引き込み件数が6172件に対し、ケーブルテレビの加入件数は2890件であります。次に、加入率の向上に努めなさいということですけれども、現在ケーブルテレビの自主制作番組であります中野党チャンネルでは、中野党通信や子ども通信、中野党スペシャルという番組枠で、保育園の児童や園児や小学生の児童生徒の行事活動を中心に取り上げ、子どもからお年寄りまで幅広い層で楽しめる番組制作を心がけております。また今年度は町民の皆様にもっと自分の町を知ってもらおうという趣旨の新しい企画番組として、中野と再発見と題しまして、町内の施設などを紹介する番組を制作し放送しております。今後は文化的な遺産や歴史スポットも紹介ししていく予定であります。これからも町民の皆様に興味を持って視聴していただける魅力ある番組を制作し、加入率の向上に努めていきたいと考えておりますので、町民の皆様からも番組制作にご意見ご要望がございましたら、情報推進課までお寄せくださるようよろしくお願いをいたします。また加入促進キャンペーンとして、毎年年6回ラピア鹿島で実施しております加入相談会につきましても、4K 衛星放送の魅力も PR しながら、引き続き加入促進に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。最後に、金沢ケーブルが行っているキャンペーンですが、中野町は、対応はしておりません。金沢ケーブルののみのサービス、直営エリアのサービスとなりますので、よろしくお願いいたします。答弁は以上です。以上。小玉議員。はい、またこのケーブルポイント導入についてもお考えいただきたいなと思っておりますが、ケーブルテレビですが、この中野と町議会の定例会議や町の各種イベントを放映しております。私は今回議員の全体研修や委員会の研修で他県の市長に行って勉強する機会を初めていただきました。中野と町より人口規模も税収も大きく、また若年層の人口増加もあるような都会の自治体ばかりでした。ですがそういった自治体でさえ議会放映は行っていないところばかりでした。そういった自治体は全国的に見て一部分ではあるのかもしれません。しかし議会放映を行っているのは当庁評価すべき点ではあると考えます。もちろんこれからもより町民の皆様に議会について、また町政についてよりよく知っていただけるような努力は議員も執行部もしていかなければなりません。その一つのツールとしての中野とケーブルテレビの今後の活用法に期待いたします。そして2020年東京オリンピックの年にはぜひ加入率 50% を達成できるように、そして、加入率を増やすことによって町民への負担が少しでも減るようにご尽力いただきたいと申しまして、私の一つ目の質問を終わらせていただきます。次に男女共同参画についてお聞きします。平成11年6月23日に男女共同参画基本法が公布施行されました。それから20年目を迎えた今年の5月に政治分野における男女共同参画の推進に係る法律が公布施行されました。そんな中、石川県の女性議員の比率は女性の政治参画マップ2018によると、
39番目であるという残念な結果です。石川県の女性は管理職率も全国で1、2を争う低さとなっているそうです。しかしながら女性の就業率は全国トップ。女性は働いていても昇格できないのが石川県の現状となっております。とても残念なことです。そこで本年7月1日に石川県において石川男女共同参画推進宣言企業女性活躍加速化クラスを創立いたしました。これらの認定企業の多くでは女性の積極的な採用や育児休業取得業務改善への環境づくりといったことに目標を定め取り組んでおられます。そこで一つ目にお尋ねします。中野戸町においてどのくらいの数の企業が参加していて町としての今後の関わり方推進計画をお持ちなのでしょうか。そして二つ目にお聞きします。当庁における女性課長職の割合はいかがなものでしょうか。また町長は現状に関してどのようにお考えでしょうか。杉本町長。児玉議員の男女共同参画についてのご質問にお答えをいたします。まず県において石川男女共同参画推進宣言企業を設立し町としての関わり方今後の推進計画を等についてお答えをいたします。男女が共に生き生きと働くことができる職場環境づくりを応援するために石川県が石川男女共同参画推進宣言企業を設立をいたしました。平成24年度から29年度までの累計で340団体が認定を受け積極的改善措置やワークライフバランス男女が共に働きやすい職場環境づくりなどの取り組みを宣言をしておりおられます。中野戸町においても7つの企業が認定をされており、特に職場内環境についてを推進をしているところです。また町が設立した男女共同参画推進委員の会にも宣言企業の中から参加される方もおられ、推進員の方が各地区や学校などに出向き紙芝居や朗読劇を通しての啓蒙推進講演会の開催や川柳コンクールなどさまざまな活動を実施をしておられます。町といたしましては企業団体による職場内環境の取り組みと推進委員の方々による広く町民の方々に対する取り組みの2つの推進が効果的であると考えております。今後も宣言企業の増加を促し男女共同参画は参画社会を推進してまいりたいと考えておりますのでご理解をお願いをいたします。次に当庁の女性職員の課長職の現在の割合はどれくらいかについてお答えをいたします。当庁の現在の課長職は27名であり、うち女性職員は8名、その割合はおよそ3割であります。今後も男女を問わず優秀な職員を登用してまいりたいと考えておりますのでご理解をお願いをいたします。議長。児玉議員。はい。官民共同で女性の活躍に向けて取り組んでいる自治体もございます。大阪市では平成29年12月に大阪市女性活躍施策検討プロジェクトチームが結成されました。これは大阪の女性の就業率が全国ワースト3という低さを受けてのことですが、人口減少に伴う労働力不足というのは女性就業率の高い石川県にとっても一言ではございません。
このプロジェクトでは、先進企業の取り組みをすべての中小企業へということで、労働環境改善や評価方法の改善、男性の育児休暇促進、女性の能力育成などの制度見直しや、女性の活躍推進への意識改革、子育て環境の充実やトップからの発信を提案しています。今ほど町長がおっしゃっておりました、今後も推進していきますということですので、ご期待いたします。で、この中でも特に私が重要だと考えるのは、女性の活躍推進への意識改革だと思います。平成27年の内閣府の地域における女性の活躍に関する意識調査によりますと、自分の家庭の理想は、夫が外で働き、妻が家を守ることと考えている割合は、男女ともにほぼ同じで 44% となっています。約半数が女性は各家事、育児をしていれば良いという考えでいることになります。では、実際はどうなのか。2016年に実施された社会生活基本調査によりますと、共働き夫婦に見る家事・育児時間は、夫が1日あたり67分に対し、妻は327分で、妻は夫の実に5倍もの時間を家事・育児に費やしています。共働き世帯であってもです。このような状況にあって、女性は職場での活躍を諦めざるを得ないように感じます。そこで再質問いたします。今後、もっと女性職員が活躍できる場が増えるような手法を執行部として考えていただきたいと考えます。例えば、女性リーダーを育成するような研修会等を考えてはいかがでしょうか。土屋三次元総務課長。貴重なご意見をありがとうございました。女性リーダーを育成するような研修会等々でございます。町といたしましては、先ほど町長も申し上げましたとおり、男女を問わず職員に対しては職員の資質の向上を目指す研修会、例えば県の自治研修センターが実施をする仕事効率化、あるいは実践交渉力、地方行財政など、年間を通して40種類を超える研修会への参加の機会を与えております。今後も男女問わず職員が資質を高められるように努めていきたい、このように思っております。以上でございます。議長。児玉議員。私も海外にしばらくいましたが、日本に帰ってきて初めに行ったのが、役場での各種手続きでした。その時に改めて、当庁の窓口職員の親身になって考えてくれる姿勢であるとか、謙虚さ、業務の的確さに感銘を受けました。本当におもてなしの国なんだなと考えました。そこで海外と比べたときに思ったのは、窓口職員の女性の割合の多さです。もちろん男性職員もいますが、圧倒的に女性が多いです。先ほど職員に対しての研修を行っているとおっしゃられておりましたけれど、では実際の実務経験として逆にもっと多くの男性職員に窓口での経験を積ませ、コミュニケーション力を上げさせるというのもいかがでしょうか。そういったジェンダーにとらわれない発想で、各職員の資質向上に努めていっていただきたいものです。そしてその上には、この議会風景を変えていければなと考えます。
今現在この議場において執行部側では女性は1名しかおられません。先ほど課長職の女性の割合を3割ほどとおっしゃっておられましたが、保育園の園長5名も含んだ数字でありますので、行政職に限ると22名中3名、13.6% となっております。中野と町は能登で唯一消滅可能都市から外れていて、他市町からの移住も増えている自治体であります。そんな町をもっともっと元気に活性化させるには、女性の活躍が役場発信で行われてもいいのではないでしょうか。再々質問として町長のお考えをお尋ねします。杉本町長。男女に関係なく適材適所で仕事をしていただいておりますし、今の意見も一つの意見として考えさせていただきます。貴重な意見として、またこれからの人事を行うときには、そうしていきます。それとあくまでも適材適所で、一番いい人を一番いいところへ配置をしておると、そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。議長。小玉議員。はい。適材適所という便利な言葉で逃げずに、ぜひ役場には本当に優秀な職員が、女性職員が数多くいらっしゃいますので、3月の人事には大きな期待をしておりますと申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。